王獣とトーダは血に狂い、もはや人の手では止めることはできず、こうしてアフォンノアの彼方に栄えた世界は滅び、鎖とおとなし笛があってようやく縛れる獣がなぜ操れよう。私、お母さんみたいなお医者さんになりたい。人と人が通じ合えない、人と獣が通じ合えるわけがない。自分たちの都合で獣を巻き込むのでしょうか。獣は人のために生きてるのではないのに。我らには神にも等しい聖なる力があるということを。そうだ、あの王獣と共に王宮まで神王をお守り申し上げる。何があっても私は人間の戦のために王獣を使ったりしない。神王陛下の使者がイランを連れに。この国の民の現実を知らぬ者が王であっていいとは私には思えないのです。これが人間というものだ。私はただイランと話したかっただけです。全て間違ってたんでしょうか。